このチャンネルではステップ面の正しい名称、ダンスを全く習ったことがない方でも分かりやすく丁寧に解説しております。いつでも見返せるように気に入りボタンを押してください。どうもこんにちは、アズです。今日は、僕のサンプルの方から、鈴木さん、かおりちゃん、みーちゃんに来ていただきました。今日は昔あのマイク・タイソンってやったと思うんですけど、覚えてます？なんか、トンストンでやってるね、りょうちゃんと。マイク・タイソンという同じ名前のステップもう一つあるんですが、それを紹介しようと思います。まずダウン、アップ、ダウン、アップ、ちょっと、肩幅以上に足を開いていただいて、こういうダウン、アップの使い方、で、この時に外から何か掴んで引っ張る、こういう動きするんですよ。こういう動き、これをダウンの時に掴んで引っ張る、ダウンの時に、この時は手パーです。この引っ張る時に手をグーにします。ワン、ツーで、このまま両手をぐらーんと下げて2段階、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。できました。ダウンが遅れてる。ワン、ツー、スリー、フォー。で、これね、やる人によってちょっと手の形違うんですが、まあ、大体基本はこういう形。ワン、ツー、スリー、フォー。で、あのね、ももが今ビクッてしてたんだけど、ワン、ツー、ここで次は何もしないから、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。セブンって上まで演奏してもらえるんですけど、まあ、とりあえずこの形にしましょう。じゃあちょっと、もう一度左からセブン、エイ、ワン、ツー、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。わかりにくいね、これ。ちょっと後ろ向きでやろうか。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8。で、別にこれ単体でもいいんですけど、ほぼ単体で踊るってことはないんですよ。ロボコップって知ってます？ロボコップ、ドン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 、あのひし形ですね。この面とこの面使うんですけど、斜めに、うん、うん、うん、体がこう、アップ、ダウンから、アップ、ダウンから、体が V の字なんですけどね、その時に手をドン、ドン、ドン、ドン。ダサいですよね、名前が。ロボコップ。昭和、いかにも昭和って。さっきのマイク・タイソンのステップは、ロボコップとセットで使うことがほぼ 100% です。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。こういう使い方がほとんどです。見たことあります？ないです。ないですか？マイク・タイソンっていう、あのこれステップ名あるの知らずに、なんかロボコップとセットみたいな感じで教えてる方がほとんどです。でもう一回ちょっとね、ロボコップから一緒に右の方からワン、ツー、オーダブル、スリー、フォー、オー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。難しい。ダウン。ダウンから、
してトン、トン、うん、うん、うん、セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン。怪しかったわ。今こうやってビクってちょっと試しに、いや試しないもんだ。セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン。ちょっとね、これちょっとね、見てる人も分かりにくいと思うね。後ろに見えるんですよ。まず何だね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、クス、セレブン。もう一回いくね。まずダウンから。手を上に。セレブン。いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セレブン。じゃあ、音でやってみますか。できないと。ヒップホップのマイク・タイソン2の紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。